本日は芸能人の天然面白エピソードについてのスレを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。私は風間トオルさんの貧乏エピソードにびっくりしましたが、普通にバラエティの番組で話しているので笑ってはいけないかもしれませんが、なぜか笑ってしまいます笑い。トレンディ俳優の風間トオルが、貧乏だったのね。人は見かけによらない。毎日星の T シャツ着てて星の子って言われてたんだっけ？バレンタインのお返しに買えるものもなくて、松ぼっくりに式塗って渡したとかなんかいっぱいあったよね笑。風間トオルの家にチョコ渡しに来た女の子たちがこんなボロ家なわけないよと話してるのが聞こえたと言ってたね。お返しの松ぼっくりも女の子がバッグにつけてくれてたけど雨の日に絵の具が溶けて色移りしてたって。洗濯機を浴槽代わりに使ってた話が好き。おやつには朝顔の花紫のが美味しいとか河原の石を舐めてたとか。ずっとお金がなくてモデルとして活躍してた時も貧乏で、片方ずつ穴が開いてない違う柄の靴下を履いて撮影現場に行ったら、それおしゃれねえってスタッフの人たちからは褒められたって言ってた。風間トオルさん、貧乏すぎてグレて飛行に走る余裕もなかったって言ってたね。小学校の時からイケメンでバレンタインたくさんもらって少しずつ食べてたんだよね。やっぱ貧乏でもイケメンは関係なくモテるんだな。風間さんのおじいさんが小学校入学させるの忘れてたってエピソードが衝撃すぎた。この人に勝てる貧乏いないと思うわら。初めてカップ麺作るときやり方わからなくてガスコンロに火をかけたら溶けたわらわら。月の角度？位置で時間を見てたって言ってた。この位置にあるならイマレージだみたいな。すごい笑い。風間さんといえば昔、某番組で風間トオルにまずい料理を食べさせるっていうドッキリ企画があったんだけど、仕掛け人が事前に試食して吐き出してるようなまずい料理でも、顔色一つ変えず黙々と美味しそうに平らげてたのが印象的。確か、怪我しても早く治るんだよねわら。風間さんは逸話が多すぎる。大事故でも無傷とか。個人的に永瀬智也さんが好きなのですが、一つ挙げるとするならキンキキッズの堂本光一くんに、これちょっと硬いけどうまいよって勧めたのがドッグフードだったやつでしょう。山口メンバーをめぐる記者会見も見事な天然だったわら。記者この数週間、どんな風に過ごしてきましたか？松岡親御様に申し訳ない気持ちでした。国分複雑な気持ちで過ごしていました。長瀬撮影があったので空港に行って現地に着いてから撮影をしていました。1週間の気持ちを聞かれてるのに何して過ごしてたか答える長瀬苦しいほど好き。笑い自分の日程を答えただけ。ボンジョビだかエアロスミスの歌詞見て英語多くて難しいなって言ったの笑った。長瀬が光一の部屋に訪ねてきて、これめっちゃ最高だから見て。って持ってきた映画が隣のトトロだったってエピソードも好きわら。初詣に行って神社の人からおめでとうございますって言われて神社の人にありがとうございますって返事した。何それ初めて聞いたう。長瀬言いそうわら。それ太一くんがキンキツヨシくんとのユニットのトラジハイジで歌番のゲストで出てた時に話して、中井くんからあいつやべえなって言われてたっけわら。食わず嫌いでの長瀬さんとかねしょう。あれバレバレだったよね。箸で引いてたもん。どれだろう。椎茸と並べるならもうちょい好き嫌い分かれそうな食材の選択肢にしなさいよ。わらカレーステーキチャーハン嫌いな人の方が珍しいわ。長瀬って言えば、富士で平日にやってた20時54分のミニニュースのレインボー発ってタイトルをレインボー圧と読まずに、レインボー一発って読んだエピソード最強。マシュマロをずっとマシュマロだと思い込んでいた。この男らしい見た目で言うから逆に可愛く見えるんだろうね。そうかもしれませんね。キャラとか見た目がワイルドイケメンだからね。近畿の光一くんは昔、ゲストの愛病が妊娠してるという話をしてた時に、この猫って、オスですか？メスですか？って真顔で聞いてて剛くんから突っ込まれてた記憶があるな。キスマイの宮田くんの初詣に来たの1年ぶりだな。浜田雅俊、浜ちゃんが数人とポテチを食べながらトランプをしていた時、ポテチにもトランプを配っていた。ポテチに対するリスペクトがすごいわら。キンビスのアスパラガスめっちゃ食う。夏美が作り置きしたおかずを電子レンジに入れて、それを忘れてなんでおかずがないんやと卵かけご飯を食べる。マドラーをストローだと思って吸って詰まってるから変えてもらおうとした。後輩に駐車場の3番に車止めてるから後で取りに行って、よく見たら3じゃなくて E に止めていた。スタッフの後ろをついて行ったつもりが、知らないおじさんの後ろをついて行ってしまいスタッフを慌てさせる。おじさん恐怖じゃない？浜ちゃんがどこまでもついてくるんでしょ？やばい。想像したら増えたおっさんが2人。子供を公園に連れて行ってすぐ夏美に電話。ブランコもっと押して言うんやけど、のん。またすぐ電話かかってきてジャングルジム一番上まで登ろうとしとるけど、のん。夏美が仕事で家にいない時に何か食べる時に夏美に電話して、これ、醤油とソースどっちかけて食べるの？って聞くらしいねしょう。
勝手に判断されるよりは良いと思う。いちいち電話してきて、むしろ可愛い。後輩に食事をおごり、また食いに行こなとさっそうと迎えの車に乗り込んだが、実はそれは赤の他人の車で、運転手に誰やお前と怒鳴られ、慌てて下車する浜田。わら、小学生か中学生の頃、松本にパンにマヨネーズかけて食ったらうまいでと言いながら、冷凍保存してあったカチカチの食パンを出して、マヨネーズをかけてカチカチのままバリバリ食べて、松本がドン引きした。パンにマヨネーズはまっちゃんが教えたんだよ。ただ、冷凍のカチカチパンにマヨ塗ってな、これうまいやんなーって目線を送ってくる浜田見て、松本俺が教えたから無下にはできんし、どうしていいかわからんかったて。わら、松ちゃんが教えたら数日後にさも自分が元から知ってたかのように松本に教えたらしいよ。まっちゃん、浜ちゃんに激甘だよね。わら、長嶋茂雄監督、ファン私、監督と同じ誕生日なんです。長嶋平一ですか。わら、これはわらわらめっちゃ増えちゃった。長嶋さんは、イベントで少年野球チームの指導をしたエピソードも好き。子供たちがスポンサー名の入ったお揃いユニフォームを着てたんだけど、赤木くん、いいね。次の声を、君も赤木くんか、さらに次の子なんだ、君も赤木くんなのか、赤木はスポンサー名だったというオチ。長嶋監督は天然だよね。アメリカでマックを見たとき、アメリカにも進出してるんだね。外国に行ったら、外車多いね。スリムクラブ内間、利き手が左手の人がかっこいいと思い、1週間ほど全てのことを左手でやっても全く器用に使いこなせず、諦めて右手に戻そうとしたら右手も使えなくなってて利き手を失った。すっきわら、一周回ってまた好きになったわ。なんか釈迦とか孔子とかの教えにありそうだね。そのエピわら、欲張ると今あるものも失ってしまう的な教訓で笑い。がっつい始末だったかな。時代劇のカツラをつけてもらってて、大変だよね。昔の人はこんな重たいものつけててって。青いリトマス紙を酸性水につけたらどうなるって聞かれて濡れるって答えたのと、鎌倉幕府はいつできたかで良い国だから4192年って言ったエピソードが特に好き。地方ロケかなんかで、あ、ガッツさん、あれ北斗七星ですかねと聞かれて、さあ俺この辺のもんじゃないから。ガッツさん、プリプリはプリンセス、プリンセスの役ではドリカムはって問題に、ドリンセスかムンセスって答えてたやつ好き。不思議な呪文みたい。糸井よしお、インタビュアー糸井選手、キャプテンマークの重みはどうですか。糸井、結構軽い素材なんで。糸井ちゃん、天然すぎ。わらわら、2008年契約更改でハンコを押そうとポケットから出したらリップクリームだった。糸井天然芝の感触を確かめながら、人工芝最高やな。糸井がその日一番の決定的な勝負どころでボンミスしてしまい、周りの選手がヒヤヒヤするほど監督が激怒。間もなくベンチに帰ってきた糸井を、はたく殴るために右手を大きく振り上げた瞬間、糸井はウィスって監督のその手にハイタッチして、監督もろとも周りを凍らせた。って、エピソードが好き。この人やばい。わら、褒めてる。あだ名は確か宇宙人だったような。野球選手ならのみさんもなかなか。くさ。説明と合わせてなんかめちゃめちゃ笑った。笑い、明らかに薄暗いのに面白い。道具入れってのがもう爆笑。わらわら、梅の優吾のドラフト指名の記者会見、記者ヤクルトどうですか。梅のたまに飲んでます。この純粋な顔がまた良い。なんでこうも野球選手は天然というかバカが多いのか。わら、綾野剛、アフレコの時映像の世界に入り込みたくてスタッフさんに収録ブースを暗くしてくださいってお願いしたけど、いざ本番ってなったら暗すぎて台本の文字が読めなかったらしい。畑道子雑誌のインタビューで、京都には月に何回くらい行かれますかと聞かれて、月ムーンには行ったことないですって答えたらしい。畑さん、前に帰れま10のロケか何かで地元の人を見つけて、この辺にお店あるか聞きに行きますって走って行ったと思ったら、戻ってきてこのロケのスタッフさんでしたって言ってて笑った。帰れマンデーだったかな。ロケで目的地まで歩いてる時に、あの建物だんだん近づいてきてますねみたいなこと言って、サンドイッチマンにそこに向かって歩いてるからねって突っ込まれてたわら。すげえ、こういう人だったんだわら。野生爆弾ロッシー、最近のアベマのパンサー尾形とのディベート最弱王でもロッシーはロッシーだった。母校を母校、高校だけを指すだと思ってるのか。相方とは母用、母小、母中、母校一緒ですって説明してて意味がわからなかったわら。左利きなのに右手で描いた白鳥が優勝、スープがないのに替え玉を頼む、21時入りがわからず、なんとなく1時に現場に来る、バイト中レジが壊れ、消費税がわからず、客から消費税額をなんとなくで決めて取る、スープがないのに替え玉を頼むが笑える、グレーのテル、自分らの出ている映像を見ながら、これって生放送？ボンジョビのポスターか何かを見て、どっちがボンでどっちがジョビ？やってみたいたのパートは？矢印スーパーのレジ。
松ちゃんと放送作家の高須さんがアホなアーティストをせーので一緒に行ったら二人ともテルだったらしい笑い。テルが喋り出したら拓郎が焦ってるって言ってた笑い。テルはちょっと 11pm 行ってくるねって出て行って、ファミマのコンビニ袋で帰ってきた話も好き。三宅裕二の奥さん。三宅裕二の奥さんの天然ネタで好きなのが温泉旅行予約の時旅館に電話してそちらの温泉は源泉垂れ流しですかって聞いたやつ。わら垂れ流しちゃったら湯船に温泉なくなちゃうよわら面白い。三宅裕二の奥さんかなり天然らしいよね。奥さんが奥さん仲間に三宅裕二を紹介した時、あそこに立ってるのが主人ですって言いたかったのに、あそこが立ってるのが主人ですって言っちゃって奥様方が皆三宅裕二のお股付近見てた話爆笑したよ。夫婦喧嘩の時だっけ、どいてよが抱いてよって言ってた。奥さんのエピソードがなかなか小振られた友人を励ますのに人間、顔じゃないよというところを、人間の顔じゃないよと言ってしまったらしい。履歴書かなんかの趣味の欄に、趣味登山かっこ下山含むって書いた話好き。奥さん、通販の電話注文でオペレーターに名前伝えた時に、お客様はどんな感じですかって聞かれて、うん、マダム風って答えたんだよねショー。子供を励ますためにダメでもともとなんだからおもともとダメなんだから。ホテルでチェックインをベッドインって言い間違えたのもこの人の奥さんだった気がするわら。山崎法政の奥さんも天然でグリーン車に乗った時やっぱり早いねって喜んでたって。安室奈美恵、インターネットにハマっていた頃ファンサイトを見つけて嬉しくなって本人ですと書き込むも誰にも信じてもらえずしまいには悪菌にされた。いいエピソードだな。こ、朝岡幸次さんは自販機の中に人が入ってると思ってもしもし、あたくしこれが欲しいのと話しかけていた。娘さんが話されてた。同じ番組だと思うけど、馴染みのお店では名乗れば買い物ができてたお会計は後日そうで、自販機にも朝岡ですと名乗っていたとのこと。笑っていいとものお友達紹介で、宍戸城さんを紹介。ゆきじさん。確か城さんのお電話番号はちょめちょめと、生放送で電話番号を言って、視聴者から電話が殺到。宍戸家電話番号変更事件。朝岡さんはデパートも外商が自宅に来てもろもろ全部やってくれるような本物のお嬢様な人生だったから、庶民では普通のいろんなことがわからなかったらしいね。朝岡幸次の話は森がなさそうわらわらかさを自分で閉じたことがないからそのまま放置したとか、いつも誰かがそばにいるから一人で自分家に帰れないとか、自分家の住所も知らないとかって言ってたわ。幸次さんは本当にお嬢様だったから、電車の切符も買い方知らないとか、コンビニでクロークがあると思ってレジで上着預けようとしたとか庶民には考えられない話があるよね。映画男たちの大和の主題歌発表にて長渕剛最近の若者はアメリカかぶれも甚だしい。やたら横文字を使ったりする。先の大戦で散った英霊たちに申し訳が立たない。60年前の戦いに殉じた日本の男たちに対する鎮魂か、聞いてくれ。Close your eyes。本当の話？ウケるわらわら。コントやんわら急に身体鍛え出したのは元嫁のアクション女優から回し蹴り食らったからなんだっけ？元嫁じゃなくて今の奥さん。今嫁の仕込み悦子さんと再婚を、DV くせ？ある長渕が塩見さんを殴ろうとする矢印。アクション女優だから反射的に長渕に回し蹴り矢印長渕。落ちて失神矢印長渕が死んだと勘違いした奥さん。師匠の千葉真一に夫を殺してしまったと電話で相談。って話読んだことあるわら。加納栄光が夏休みに親の反対を押し切って宮城から広島までヒッチハイクの旅を決行。運よく広島行きの長距離トラックに乗せてもらったけど何もしないでとんぼ返りして、家で夕食を食べたって話わら。これ大好きわら。最初に泊まってくれたトラックが宮城広島のトラックだった。荷物下ろしたらすぐ帰るから帰りも乗せてやるよと運転手さんに言われ、朝ごはん食べて家を出たのに晩ごはんも家族と一緒に食べれたんだよねわら。やっぱり和田アキ子さんの CD ケースは割って開けるもの。ファックスの紙が戻ってくるのは届いてない。でしょう。CD ケースの開け方がわからずグーパンして割ってたんだっけ。山瀬まみが自宅に帰宅したら和田アキ子からのファックスが山盛りになってて恐怖を感じたってやつね。アッコは送ったファックスが返ってくるから何度も送ったらしいけど。和田アキ子のエピソードだと、通過式になった改札機を初めて通って電車に乗ろうとした時、周りがみんな何かをかざして改札を通ってるから、買った切符をかざしても改札が開かなくて泣きそうになった話好き。アッコさんが交通事故に遭った時に、救急車で運ばれながら、救急隊員が被害者は男性と言っているのが聞こえたそうです。これはかわいそうなことに実は、さんまが大竹忍と結婚してた頃、家にさんま宛てに和田アキ子から電話がかかってくると忍は男の人から電話って言ってたらしい。
ガルちゃんで見たのは昔の隠し芸大会の演目で和田アキ子が頑張って、なんか出し物を演ったんだけど負けちゃって激怒したらその年ソ連が崩壊した。中村玉緒さんがパチンコしていて変な男の人にずっと話しかけられて迷惑だなと思っていたらアッコだったとかわらわら。うろ覚えで失礼します。阿部寛はイケメンキャラだった頃に、イメージ崩したくなくてドーベルマンを2匹飼ってると公言してた。でも本当は、チートブーという可愛いプードルか何かだったんですとカミングアウトしてて、すごい笑った。テルマエロ前の時の阿部寛の写真が、海外でも古代ローマの参考写真として使われている。世界が認めた古代ローマ人なのだ。高田純次さんにご飯屋さんで会ったことある、高田純次さんですよね？って声かけたら、この顔で首を横に振られた。それで席戻ってご飯食べてて高田純次さんがトイレに席を立った時にチラッと見たら、こっち見てまたこの顔で首を横に振られた。それで高田純次さんがお会計の時も目が合ってまた首を横に振られた笑い。めっちゃ必死で否定してるの笑える。容易に想像できて笑ったわ。家庭ではどんな人なのか気になる上司なら楽しい職場になりそう。街歩きみたいな番組で、通行人の若い女性の職業聞いて普通の OL ですって言われて、異常な OL になれようって返してて笑った。彼氏ができないって相談してきた女子高生にも、僕も彼氏できたことないなーって言ったんだよね。返しが秀逸。女性に声をかけられありがとうこれで美味しいものでも食べてねと言って割り箸を渡した。高田純次が年配の女性二人組に声かけて失礼ですけどお嬢さんたちはおいくつですか？内緒です。こちらのお嬢さんは24かな？こちらは26くらい？ひゃひゃひゃもうそんなに若くないですよ。靴のサイズですけど。女の子をナンパしたら娘の友達だったとテレビで話してました。でも自分の娘じゃなきゃいいんだよ、って言ってたよわら。金婚西野がハロウィンの後はゴミがすごいからゴミ拾いイベントを企画してたのに、アンチがそれを邪魔しようとして、先に早朝から渋谷のゴミを拾われて、西野たちが来た頃には渋谷がピカピカになってた。ボランティア精神に溢れた素敵な人たち。やっぱアンチって西野のこと好きやんな？わら。これは良い方向に転じたパターンで笑うわらわら。もっと汚してやろうじゃなくて、綺麗にしようって素敵笑いこういうアホだけど周りに迷惑かけない団結力最高だわ。頑張れるやのよしこが顔のニキビに悩んで皮膚移植を考えたらしいんだけど、皮膚移植はお尻の皮膚と交換するらしい。で、よしこはお尻もブツブツみたいでブツブツ交換になってしまうからやめたって話。なんでかわからないけど死ぬほどツボった。クソ笑ったよしこ本当好き頑張ってほしい。ある番組でエビスさんはギャラの高い番組と低い番組でやる気のあるなしが変わってくると言われたエビス吉和はこう答えた。そんなことないですよ、ギャラの高い番組でも手は抜いてますから。大物。エビスさんは賭け麻雀の謝罪の時、二度と賭け事はしない、賭けてもいいって言ったらしい。あーダメだ、笑ったわら。賭け麻雀で捕まって謹慎になった時、せっかくの家族の時間が持てたから家族旅行に行こうってなって、選んだ旅行先がラスベガス。それがエビスさん。おすぎとピーコの話、家に悪い霊がいるとかで、お香で霊を追い出すことになった。そしたらおすぎが臭い臭いと言って出て行ってしまった。梅宮アンナと芳賀健二が付き合ってた頃、梅宮達夫は親友の山城慎吾に、娘のアンナの彼氏である芳賀健二のことが嫌いだと話していた。ある日、山城がテレビの収録で芳賀と一緒になった時、山城は芳賀をきつく睨みつけたそう。ところがそれは芳賀健二ではなく、全く無関係のマイケル富岡だったわら。スピッツの草野さんがライブ終わりにコロッケ食べて美味しかったからこれどこのやつですか？って聞いたら、普通にローソンのコロッケだった話好き。あとライブ会場で設営スタッフと間違われてそこの椅子持ってってって言われて椅子運んだ話も好き。具志堅用高がドライブスルーで商品を注文した時の話。メニューを見ながらこれとこれくださいと商品名を言わずに注文。店員が名前を言ってくださいと言ったので具志堅用高ですと答えた。オードリーの春日は学生時代からドケチで、高校の時、一日一言も誰とも喋らなかったらクラスメイトから、一人100円500円だったかも。もらうなどせこいことをして金を貯めていた。ある時、若林と春日が一緒に歩いていたら、ヤンキーがカツアゲしてきたがお前にやるために節約してきたんじゃねえと春日がぶち切れた。春日が電車で小さい子の隣に座ってた時に子供に春日？って聞かれて、本物の春日ですよって小声で教えた。爆笑問題の田中がバイトへ行くため自転車を漕いでると後ろから来た中学生においせん円ちょうだいとカツアゲされた。その他にもパチンコの開店前に並んでいると店員から未成年は入店できないことを伝えられ、
俺はオープンした日から並んでいる、なんならお前がここで働く以前から並んでいると伝えた。昔、新幹線に食堂車があった頃、田中が野球帽かぶってオレンジジュース飲んでたら、乗客のおっさんたちに最近の子供は生意気だなーって陰口叩かれた笑い。スピードはゴン井戸田が半沢直樹の原作者の池井戸潤と井戸田潤の字面が似ていて紛らわしいという理由だけでネットで叩かれた。スピードはゴン井戸田は昔バイトリーダーでシフト組んでた時バイトの一人が突然辞めたいって言い出してかなり説教したらしい。被害1ヶ月を切っていたし、辞める理由がダンスグループをやるだったので、お前、こういうのは社会では通用しないよ。ダンスってなんだよ。そんなんで食っていけるのかよ。で、しかし、本人の意思が固かったのでしぶしぶ送り出したら、ある日テレビのゴールデンタイムでそいつが踊ってたらしい。エグザイルになってた。嘘だよね。確かバイト先は居酒屋。エグザイルで売れた後出演した音楽番組で当時駆け出しだったスピードワゴン呼んでた。恩返しだったみたい。アントニーの実家はお寿司屋だが食べログに、なぜか黒人の子供がうろうろしてると書かれたことがある。義理の純日本人のお父さんが、アントニーが中学生くらいの時に今まで黙ってたが俺の実の子ではないんだって打ち明けてきたらしい。知ってるよって言ったのが初めてのツッコミだったって何かで言ってた。たけしの兄が人を引いてしまったと真っ青になって帰ってきて、その後親父が血だらけで帰ってきた。たけしだったか、捨て犬を拾って親から捨ててこいと言われて何度やってもついてくるからできるだけ遠くに行ったら。自分が迷ってしまって犬に助けてもらったから仕方ないから買うの許してもらったという話好き。たけし軍団のフライデー襲撃事件、そのまんま東はギリギリまで止めてて、行きたくなかったからエレベーター最後にしぶしぶ乗った。買いに着いたら一番に出なきゃいけなくて、一番生きってるみたいになった。って話。笑っちゃいけないかもしれないけど面白かった。スポーツ新聞に、そのまんま東先陣切るみたいな見出しまで出たって言ってたね。徹子の部屋の南高節。父親が亡くなってお葬式が終わった後、落ち込んでいる母親に子供4人で励ましの言葉をかけたけど、母から本当は好きじゃなかったと言われた話。徹子さん毎度大爆笑。徹子は気に入ったエピソードは何度でもおねだりするよね。わら大沢たかおが海外からの飛行機でスーツケースに入りきらない洋服を、信じられないくらい重ね着してなんとか持ち帰ったというエピソードとかもう何度聞いたことか。次の徹子の部屋が楽しみだね。ショー大沢たかおさんが日当たりのいい部屋に引っ越したのに眩しすぎて寝起きにサングラスしてる話。カーテンすればいいのにわら。大沢たかおエビフライはタルタルを食べるための棒。好きわらわらわら。天然じゃなくてタルタルソース大好きな人はそんなこと言いそう。大月健二が中学の入学式で、近くのこと何か話すきっかけを作らなきゃと思い、この前近くで会った火事すごかったよね、見に行った？と話しかけたら、大月くん、それは僕の家だよと返答された。その子は後の筋肉少女隊のベーシストとなる、内田雄一郎。ハリセンボンの春名がアリアナグランデの前でマイケル・ムーア監督じゃねえよってギャグをかましたら、アリアナがすごく真剣な顔で、そんなことない、あなたはとても美しいわと言ってくれて受けなくて困ったという話。海外は自虐ネタとかないのかな。鈴木雅之が小さい頃、サリーちゃんの最終回が悲しくて泣きながら河原の土手を走ったって言ってたわら。迎えに来た鈴木清美姉ちゃんになだめられて夕焼け小焼けを一緒に歌って帰った。鈴木雅之の家はボットン便所で夜に怖くて行けなかった鈴木少年が夜な夜な姉ちゃん起こしてはトイレまでついてきてもらい、用を足してる時間は扉の向こうで姉ちゃんが歌ってビビリの鈴木雅之を安心させていた。素敵。その頃からやっぱり上手だったのかな。雅之少年も可愛いお姉ちゃんも優しい。トイレの扉挟んでタクシーを熱唱してる兄弟の姿が浮かんだわら。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。